コロンビアキッズ TV を見るときは明るい場所で見てね。画面の近づきすぎには気をつけよう。僕、なんでだろうくん、5歳の男の子。好きな食べ物はカレーライス。不思議なことがあると気になってお耳がくるくるしちゃうんだ。それにしてもカレーライスも美味しいけど、かき氷も美味しいじゃん。いちご味にメロン味、レモン味にブルーハワイ、どれにしようかな。いや、今度全部食べちゃおう。あ、そういえば去年かき氷食べた時すごく頭が痛くなったな。そういえばなんでかき氷を食べると頭がキーンってなっちゃうんだろう。なんかお耳がくるくるしてきちゃうんだろう。かき氷ってなんで食べるとお耳がキーンってなるの。そうだ、たかし兄ちゃんに聞いてみよう。なんでだろうくん、一体どうしたの。あのね、かき氷ってなんでキーンってなっちゃうの。もしかしてかき氷で頭が痛くなっちゃったのかな。あ、そういうこと。なんでかき氷食べると頭がキーンってなっちゃうの。チョコは食べても頭がキーンってならないよ。ああ、かき氷を食べると頭が痛くなっちゃう理由を知りたかったんだね。かき氷って冷たいよね。氷だもん、そりゃ冷たいよ。でもなんでだろうくんの体はかき氷みたいに冷たくないよね。まあそうだよね。あったかいなんでだろうくんの体に突然冷たい氷が入ってくると、体はびっくりしちゃうんだ。びっくりしてるかも。そのびっくりで体が冷たいと痛いを勘違いして頭が痛くなっちゃうんだよ。すごいね、たかし兄ちゃん、そうなんだ。でもさ、キーンってならないかき氷もあるよね。それはなんで。いい質問。キーンってなるのはびっくりしちゃうからだよね。びっくりしちゃう、さっき言ってたびっくり。だからびっくりしないように、ゆっくりゆっくり食べると、キーンってなりづらいんだよ。だから、なんでだろうくんも、かき氷を食べるときはゆっくりゆっくり食べてみて。ゆっくり食べたらかき氷が溶けてまうやろがい。溶ける前にゆっくり食べるんだよ。でもそういえばかき氷ってなんで溶けたらお水になっちゃうんだろう。あ、お耳がまたくるくるしてきてる気がする。くるくる、落ち着いて大丈夫。なんでだろうくんに一つアドバイスしてあげる。かき氷を食べた後にあったかい飲み物を飲むとキーンっていうのが少し減るからやってみてね。なんでだろうくん。それはなんでキーンが減るの。なんでなんでだろうね。また会おうで。バイバーイ。できた。